カツラザワダムは、北海道三笠市、一級河川、石狩川、水系育春別川に建設されたダムである。国土交通省北海道開発局が管理する多目的ダム。北海道で初めて建設された多目的ダムであり、戦後の石狩川水系総合開発計画の出発点となったダムでもある。堤高63.6メートルの重力式。 コンクリートダムであるが、現在ダムの直下流に桂沢ダム、再開発事業として新桂沢ダムの建設が進められており、事業が完成すると、桂沢ダムは水没する運命にある。ダムによって出現した人造湖は、桂沢湖と呼ばれる。明治時代より河川開発が行われている石狩川。その歴史は1909年より始まるが主眼点は治水であるものの、 未回収部分は全くの原始的な要素であり大雨が降れば、そこからたちまち氾濫する状況であった。一方、利水であるが、上水道は融雪水の貯留による供給に頼らざるを得ない状況であった。また、陸春別川流域は、三笠市や美梅市等石炭の採掘が盛んな地域であり、人口の増加は経年的に多くなりそれに伴う、 電力不足も次第に顕在化していた。さらに、冷炭地である流域は稲作に適し、農地面積も拡大していたが、農業用水の供給はため池に頼っており、満足なものではなかった。こうしたことから石狩川水系の総合的な河川開発の重要性が高まってくるが、育春別側におけるダム計画はすでに明治時代末期に水力発電用として、 現在の桂沢地点が着目されていた。その後1934年には多目的ダムとしての計画に格上げされるが、太平洋戦争のために具体的な計画着手には至らず、戦後敗戦の混乱さめやらぬ1952年に第一次北海道総合開発計画の一環として、石狩川水系総合開発計画が計画された。その第一弾として、 育春別川、足別川総合開発事業が、北海道開発庁の現地執行機関、北海道開発局によって進められた。その中心事業として、育春別川に桂沢ダムを、足別川に足別ダムを建設して、地水取水をまかなおうとした。ダム建設に伴い172世帯の移転という、犠牲を伴ったが、1957年に、 北海道発の国直轄の多目的ダムとして、完成し地域の水需要、電力需要に応えた。ダムの目的は、陸春別川、石狩川の洪水調節、美バ原野への考え、三笠市、美バ市、岩見沢市等への上水道供給のほか、足別ダムや木分取水園邸によって取水された、足別川の水を、足別湖より、足別水路を通して、桂沢ダムへ送水し、 認可出力1万5千キロワットの水力発電を行うことである。なお、発電事業は日本発送電の後ろ身となった電源開発株式会社が受け持ち、現在も桂沢発電所を管理している。ダム湖である桂沢湖の方が有名である。湖城を国道五十二号が通り、北上すると足別市方面、南下すると夕張市方面に至る。 ダム完成後も、石狩川流域はたびたび水害に見舞われ、特に1981年の台風12号は、石狩川未曽有の大水害をもたらした。このため地水計画の再検討がなされ、育春別川流域も、新たに、育春別川総合開発計画が策定された。右支線、ポン別川に、ミカサポン別ダムを建設し、下流では、 陸春別川浸水路を改札して美バ川合流点から石狩川合流点まで河川整備を行う計画内容であるが、この中にカツラザーダム再開発事業として新カツラザーダムの建設も盛り込まれた。新カツラザーダムはカツラザワダムを12.4メートルかさ上げし、高さ76.0メートルのダムとして再開発する計画である。 同様の手法での再開発事業は、岐阜県の丸山ダムと新丸山ダムが実施中である。三笠本別ダム、育春別川浸水路と連携した、治水強化、上水道、発電の大使カリワン振興工業地域への工業用水を供給し、地下水からの依存を脱却させることで、間接的に地盤沈下を防ぐ目的を持つ。現在本体工事に着手し、完成すれば、 カツラザーダムは水没する。だが、公共事業見直しの機運の中で、国土交通省は2005年、育春別川、総合開発事業の規模縮小方針を固めており、これを受けて石狩川開発建設部は2006年に、石狩川、水系育春別川河川整備計画を策定したが、この中で、カツラザーダム再開発事業も内容が改定された。 新活ラザーダムについては、規模、目的について変更はないが、ミカサポン別ダムについては、大幅な変更がなされている。この計画において、ミカサポン別ダムは多目的ダムから、治水ダムへ目的が縮小され、平常時は貯水しない、穴空きダムとなった。ダムの規模も、目的の縮小に伴って大幅に変更され、 堤高は78.0メートルから53.0メートルへと25.0メートルも低くなり、総貯水容量も2660万トンから862万トンへ大幅に縮小された。これにより今後の育春別川総合開発事業は、特定多目的ダムとしての新ザ沢ダムと洪水調節のみを目的とする治水ダム。 ミカッサポンウェッツダムの2ダム体制で進むこととなった。ありがとうございます。